ランランも調子が出てきたみたいだね。相手はこんなに愛されてる子たちなんだから、ライブもフルパワーでいかないと食われちゃうかもよ。俺がか？冗談じゃねえ。全力でぶつかるに決まってんだろ。そんで会場にいる互いのファン全員を沸かす、それがロックってもんだ。可愛いもんの前じゃ俺は浮いてんじゃねえかなんて余計なことを考えるのはもうやめた。似合わなかろうがなんだろうがやってやるぜ。ほらレイジ、俺とお前でファンのために写真を撮るって約束だ。手に持ってるぬいぐるみとそっくりな顔してねえで、さっさと中に入るぞ。いや、一緒にしたらこいつに悪いから。レイジの方がやかましいし間抜け面してるもんな。あ？似てるとこはもっとある？なら歩きながら聞いてやるよ。クロミがニュービジネスとして考案したアトラクション。貪欲なハングリー精神の賜物ってやつか。なら俺も受けて立ってやる。おお、ランランやる気だね。はい、こっち向いて。そのぬいぐるみちゃんももう少し寄せてね。あ、でもちょっとまだ照れがあるかな。そりゃいきなり完全になくすのは難しいけどな。相手の土俵に上がるなら敬意を払わねえと。それにファンの奴らが喜ぶってんなら俺はやるぜ。俺の柄じゃないかもしれねえけど、お前が好きだって言うならこういう時間も必要だと思う。何よりお前の笑顔が俺には一番だからな。あ？写真を撮ってもらえるフォトポイントもあるから後でデコる。待てレイジ、そういうのは俺にやらせろ。てめえに任せられるかよ。ここからはロックの時間の始まりだ。いつも通り黒崎蘭丸の本気のライブをお前らに見せてやるぜ。あ今日のパートナーがそうはいかないって言ってるみたいだな。ステージに立ったからには手加減はなしだ。特別な日だからこそ共闘と行くか。このステージだからこそ見つけられる熱をお前らに感じさせてやる。知らない世界を見せてくれるやつにはハートを燃やして応えるのが道理だろう。一筋縄じゃいかねえだろうが、求めるものは単純だ。お前の愛をどれだけ奪い取れるか。可愛いもん味方につけてやってやるぜ。俺たちのロックでクールなパフォーマンスでぶつかっていくから覚悟してろよ。置いていかれたくなきゃ魂です叫べ。